高水県は中華人民共和国管粛省、喜び用紙に位置する県。県人民政府の所在地は、生活地管甘省最東部に位置し、先生省との調査会を持つ。総人口17.5万人中、農業人口が15.24万人という、農業中心の県であるが、エネルギー資源を多く埋蔵しており、 原油の埋蔵量2.7億トン、石炭の埋蔵量71.3億トン、石炭ガス埋蔵量2150億立方メートルとされる。また、県内には、県側側、バレンガ、片城が、名村側、小足側の5河川が流れ、年平均総流量が3.29億立方メートルと、大道高原地帯では豊富な水資源があり、 死レイなどの大規模考えに利用されている。平均海抜は1298.7メートルと高原中に位置するが森林被覆率は56.9%と比較的高く喜び用紙の裏庭とも呼ばれている。高画像の化石が出土し古い石穀がある場所としても知られる。年層日照時間は平均2457.2時間。 無装備は155.2日。年平均降雨量は 560.3mm。617年、隋によりラクトグロ県が設置された。623年、塔によりトグロ公県が設置された。742年に、トグロ公県は、ゴーミズ県と解消された。956年、公衆により、ゴーミズ県は廃止され、ラクトグロ県に併合された。 1071年、北総によりラクトグロ県は廃止され、ゴミ水県に再設置された。八鎮、四号を管轄する中国五北方方言の中原館は新郎編に属す方言が主に使われている。小麦、トウモロコシ、ジャガイモ、大豆、油菜、リンゴなどのほか、ウリ類などの野菜栽培も行われている。畜産業では牛、羊、 豚がそれぞれ7.12万頭、24.4万匹、11.2万匹程度飼われている。行商文化、聖火文化の遺跡があり、死語霊の尾根には、旗直道と呼ばれた古代通路の跡がある。また、石刻などを展示する老東、古石刻芸術博物館がある。高水県県城外境、高水県政府、2012年1月21日閲覧。 ありがとうございます。